嬉野市不動産にある嬉野の茶発祥の地の日嬉野の茶は佐賀県南西部の嬉野市から長崎県東園議長にかける地域で生産される日本茶室町時代頃から生産が始まったとされる釜入りにより加熱し発酵を停止させる釜入り茶でも知られるが他の日本茶と同様に蒸すことで加熱するものが主流である中国の緑茶に似ている茶葉は丸く その形状から玉玉茶とも呼ばれ、香りも強い。特徴的な茶とも言える。影響12年、非全国平戸に渡ってきた、民の投稿が、茶栽培の適地を探し求めて、不動産皿や谷に移住。自家用の茶樹の栽培を伝えたと言われている。その後、茶葉の育成に適した環境と、その後に秋人の暮れない霊民が持ち込んだ、南京釜を使用した釜入り技術により産地は、 拡大した。江戸時代には、長崎から輸出され、欧米に評判が広がった。安政6年の長崎、横浜、函館海港に先立つ海江6年、大浦慶によって、オランダ人商人、テキストルに3階級給金の嬉しの茶のサンプルが、供された。約3年後の安政3年8月に、イギリスの商人、W.J. オールトから、巨額の注文を受けた。 我が国の幕末期の本格的な茶の輸出の始まりである。2002年に嬉野茶は佐賀、長崎県で生産された原料茶を100%使用して仕上げた統一銘柄と規定され、50%以上100%未満は嬉野茶ブレンドと定められた。特許庁の地域団体商標に嬉野茶として2008年6月13日に登録された。 域内各所の茶葉をブレンドし、安定した品質、価格を維持している。しかし、生産性は高いが釜入りに向いていない、矢ブキの栽培量が増えるにつれ、かつて、嬉野茶の代表格だった釜入り生緑茶は、生産量が減っている。現状、釜入り製玉緑茶は、総生産量の5%程度、残りは虫製玉緑茶と言われており、 保存会があるほど希少な存在となってしまっている。2018年には、嬉しの茶についての展示見学や茶摘み、茶染め体験などができる、嬉しの茶交流館茶を知るが開設された。ありがとうございます。